亀さん、はい、今芦屋川です。芦屋か。芦屋川を渡るところです。僕の本籍芦屋なんですよ。あ、そうなんだ、はい、おいつもなんか通るたんびに本籍やなって思います。本籍は芦屋のどの辺なの？JR 芦屋のちょっと北側の月若やったかなっていうところですね、はいはい、ちょっと上の方が、ね、はい、阪急と JR のちょうど間ぐらいです、ね、間ぐらいね、はいはい、ここは今ちょうど芦屋市の平田町というところ。平田町も屋敷内だよ、ここ。あ、いや、ね、芦屋川沿いのね、大きい、大きい、多いですよ、そうですよ、ね、まあ、芦屋っていうと、まあ、六六六荘とかね、うんうん、言われますけども、それ以外にも、うん、大きな敷地の家がいっぱいあるところもありますけれども、うんうん、今はこれ東奈良に入って深江のエリアに入ってました。あ、ここ深江ですか。はい、もう深江です、うん、一気になんか馴染み深くなりました、はい、一気にちょっとね、街並み変わるんですよ面白いよ。いや、面白いですね。これね、芦屋をね、ずっとこう、臨港線ってね、はい、昔の一番海沿いの道に、そこから先、南は今、埋め立てになってるんだけど、臨港線走ってるやろ。うん、はい、これおもろいね、本当に。宿川渡ってしばらく行ったら、はい、宿川手前から西宮市に変わんねんけど、はいはいはい。まず街路樹が変わんねん。へぇ、何になるやろ。それはちょっと分かれんけど、街並みがガラッと。なんかね、同じ道路やのにですよね。もう全然同じ道やのに、もうちょっと西宮市から、芦屋市から西宮市に入った途端、西宮もええ町なんやね。もちろんもちろん。ええ町なんやけども、はい、うん、そのなんかね、この道路に植わってる植物とか、そんなも変わんねん。どういうこと？芦屋じゃなくなったらと思うし、山手幹線かってずっとこのね、宿川から、まあ、西宮の辺ですよ、うん、宿川から芦屋ずっと通っていって、うん、これが御影とか入ってくるやろ。はい、まあ、あの辺もええとこやねんけど、御影も。うんうんうん、でも街並み変わるのよ。やっぱ芦屋ってやっぱちょっとね、特別ですよね。独特やね、うん、はい、そうなのよ。そう、なんかね、やっぱ芦屋っていう文字を意識しちゃいますもんね、ついね。そうね、うん、芦屋市在住のオリックスの選手もたくさんいますけど。ああ、そうでしょうね、はい、いいところですね。そうなんですよ。でね、はいはい、何でしょう、その芦屋の話はいいよ。はい、そうそう、まあ今非常にこう歌に興味のある、はい、歌に興味あります、亀くんです。はい、あります。まあ、今回はそのまた会う日までという曲でエントリーしましたけど、うん、はい、しました。もし自分がさ、はい、まあ、歌としてなんかいろんなことやっていく中で言うとさ、はい、どんなジャンルの歌を歌いたい、あなた。ああ、ジャンルが本当に心からやりたいのは、はいはい、古き良き昭和歌謡をやりたいですね。昭和歌謡な、はい、演歌まではいかないけど、それこそ阿久悠さんとか筒美京平さんとかが作ってらしたような、はい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 、ああいう歌がやりたいです。なるほど。もう全くハーリッツさり関係なしに考えたらね。なるほどね。まあ、それか、うん、僕は小田哲郎さん好きなんで、小田哲郎さんが作曲したような曲は歌いたいかな。どっちかですね、その。なるほどね、はい、小田哲郎の曲か。小田哲郎、90年代を席巻した、そうやな、はい、ビーイングの方ですね。そうやね、大好きなんですよ。ああ、なるほどな。まあ、それこそ若槻さん使ってるザードの曲もそうですよね。ザード、まさにそうやね、はい、なるほどね、うん、小田さんってギターマニアでいろんなギター小木持ってはるんやけど。ああ、その YouTube 上げてますもんね。はいはい、はい、それ見てるのも楽しみですけど。あ、本当ですか。ああ、このギターな、そう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 って言いながら思ってた。ああ、分かった、楽しみだな。はい、なるほどね、うん、そうか、昭和歌謡な。まあでも亀昭和歌謡好きやもんな。好きですね。めっちゃ詳しいわけじゃないけど好きですね、うん、なるほどな。僕昭和歌謡詳しいね。そうですよね、大橋さんもめっちゃ詳しいですよね。めっちゃ詳しい、ね、ラジオされてたんでしたっけ。そうだから昭和歌謡っていうか、当時の昭和、あれは昭和60年ぐらいの、うん、だから80年代後半から90年代にかけての、はいはいはい、ちょうどのベスト10番組やってたよな。へえ、その頃って僕の勝手なイメージですよ、はい、なんかシティポップとか流行ってる時代かな。シティポップ流行ってました。今またシティポップ流行ってるやん。来てますね、はい、あれが流行ってました。それこそオメガドライブとかもそうですね、うん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 、稲垣純一さんとか、うん、徳永英明君とか、うん、あの辺が流行ってましたよ。もちろんサザンも流行ってたし、うん、あと岡村隆子さんとか。ああ、いいですね、はい、そう、最近僕若干ねシティポップの良さに気づき始めました。シティポップ好きやな、うん、いや、いいなと思いましたね。僕シティポップやりたいわ。あ、本当ですか。シティボーイとしては。シティボーイとしては、ね、はい、シティポップやりたいわ。誰が好きですか、シティポップのアーティストやって。あ、誰が好きかな、考えますよ。誰が好きかな。あ、僕一人いますね。はい、誰。野宮真紀さん。おー、何歌ってた。あれ、グループ名出てこないんですけど、うん、
東京は夜の7時とか、東京は夜の7時でも90年代かもしれない。90年代な、はい、僕知らんってことは90年代です。そうですよね。僕はあの90年にオリックスの仕事に入ったんで、 そこであの仕事を離れたんで、うん、歌番組の、うん、あピチカート5思い出した。ピチカートがあったね。が好きかな。ピチカート、ピチカートって何か知ってる？ピチカートって何やったかな。ピアノやってたんですけど忘れました、ね、ピチカートってあれやね、あのピチカートって何やったかな。バイオリンの奏法の一つです。バイオリンでしたっけ、はい、よく聞く単語ですけど、ね、はい、ピチカートね。お前さん誰ですか？俺だ、僕はやっぱり杉山清隆さんです。あめっちゃ歌うまいやん。うまいですね、うん、今でもラジオから流れてきますもんね。 そうそう、今でもまた結成してね、うん、この夏はツアーやりはったのかな。あツアーされたんや。あのメガトライブでね。で杉山清隆さんやな、うん、あれは好きやったね、うん、誰やろな。まあ達郎さん僕好きですよね。あ、まあ、山下達郎さんやな、はい、あそうか。あとまあ、シティポップに入るのかどうか分かりませんけども、中原芽子さんって。中原芽子さん、あ、僕ちょっと分かんない。知らん、はい、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。知らん、分からへんけど、なんか良さげですね、はい、でそれがまあ大ヒットしたんですけれども、はいはい、そのヒットする前のやつがすごい好きでした。へー、はい、やっぱラジオやったら曲詳しくなりますか？いや勉強するしね、やっぱり ね、だから昭和歌謡70年代80年代ぐらいの僕イントロ当てクイズめっちゃ強い。そうでしょうね。一回やりたいですね、イントロ、はい、イントロドーンみたいな。そんなんはもう90年代になるとちょっとね、うん、怪しくなってくる。あの仕事として聞かんようになったから、自分の好きな曲しか聞けへんようになるでしょ。90年代逆にどんな好きだったんですか、お前さんは。オリックス入られて仕事もその野球の仕事にこう変わっていったじゃないですか。そん中で何聞いてありました？あの頃はだからね、実は音楽は、はい、あの球場でかけるグリーンスタジアムで曲っていうのは、うんうんうん、はい、基本ね邦楽かけなかったね。これ DJ キングの主義で。そうですよね、はい、全く邦楽かけなかったんですけど、うんうんうん、だから結構ねわけわからん R&B とか、うん、よう聞いてましたよ。ああ、うん、それも海外の。海外の。ああ、はい、DJ 木村さんセレクトの。そうそう、銀ちゃんがこれどうお前ちゃんとかって言って、なこれこれかけようかって。かっこよかったですもんね、あの時のグリーンスタジアムの、ね、そうなんですよ。だからそこから洋楽聞くに、日本の90年代って誰？まあ、CD 全盛期ですよね、うん、中西恵三さんとか。中西恵三さんもそうですし、まあ、チャゲアスとか。あ、チャゲアスあんまり聞けんかったな。あと、まあ、ミスチルも出てきましたよね。ミスチルはちょっと聞いたな。あと、まあ、ビーズも出てきましたね。ビーズもまあ聞いたね。そうね、うん、そうやな。まあそんな感じの音楽をやりたいね、やるとしたら。なるほどね。でもあのなんか僕その演歌歌手に、はい、演歌を提供して歌ってほしいなと思ってるんですよ。え、大林さんが演歌を提供するってことですか？僕は楽曲作るんです。演歌を作るんです。演歌作れるんですか？それを効果まで、効果を作ってありましたけど。何言ってんの、大林ちゃん。いろんな曲も作るで。すごいですね、あの器用に。雨の加古川でしたっけ？雨の加古川。雨の加古川はジョジョ派フォークやねんけどな、これな。そうですよね、はい、演歌もいけるんですか？演歌いきますよ、バリバリの演歌で。演歌ちょっとシティっぽい、都会っぽい、うん、あのドロドロ演歌じゃない。ああ、五木ひろしさんみたいな感じですか？五木ひろしさんよりももうちょっとポップな。こんなポップな感じですか？ポップな演歌。ああ、うん、そう、テレサ・テンさん。ああ、なるほどなるほど。坂本冬美さん。はい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 。が最近歌うような曲、うんうんうん、坂本さんも冬美ちゃんも昔はね、あのすごく男歌のド変化やったんです。暴れない子とか、ちょっとそうだね、そういうのを作って歌ってほしい。確かに坂本冬美さんもなんか着物着てるイメージないですもんね、今。最近ないでしょ。昔はねド変化でね、僕は冬美ちゃんのデビューして最初のなんかこうステージの司会したんですよ。すごい。そんな仕事あったんですか？あるある。すごいな、それ一生でも言えますね。ほんまやね、はい、彼女のその、ふるさとのこの和歌山のね、はい、田辺市、うんうん、というところでの、屋外のステージでのね、屋外やった、はい、イベントやったんですよ。そこでされたんですか？それどうですか、お前さん。その時聞いて、はい、この歌手は来るぞって思いました。いや、思ったやっぱそうなんや。でやっぱり応援したいなと思った。うちは頑張れみたいな感じで。やっぱそうなんや、はい、なんかそれ言いますよね、その、うん、全く無名な時から、うん、分かる人は
この人来るって分かるって言いますよね、うん、なんか来そうなムードはあったよ。まだおぼこい女の子やったけど、うん、猪俣校章先生のずっとお弟子さんでずっとやっててね、猪俣校章先生だったね、うん、だからそうなんですよ。だからすごいな、演歌を歌ってほしいんだよ俺。作るから演歌の詩はお前さんなんかめっちゃイメージできます作るでなんぼでも曲は全くイメージだからね、ちょっと神戸をイメージした演歌をちょっと作って誰か歌ってくれへんかなと思って。ミヤちゃんはポップスですからね。ミヤちゃん演歌ちゃうやん。ちゃいますね、声楽とかポップスの。そうやね、演歌か。演歌にタイムマシンなんて言葉出てけへんやろ。タイムマシンは出てこないですね、うん、演歌な、知り合いにはいないですね、演歌をしてる人。かな、歌えるやつ。ビーズガールズ、グラビティにおれへんか。絶対違うでしょグラビティの男子に着物着て歌うのないか。いや絶対僕分からへんけど、多分トリプル A とか好きやと思いますよ。トリプル A か、もうしゃあないな。トリプル A はちょっと作れんわ。いい曲は知りませんわ。あの演歌、演歌か、うん、演歌作る。じゃあ藤井康夫さんいきますか。藤井康夫ちゃんに歌ってもらおうかな。歌ってくれるかもしれないわねえ、うん、歌も上手ってね。僕って大好きやからけど、うん、ちょっとね、その僕はそういうのをね、あの歌う、自分は演歌歌えないけれども、うん、歌ってほしいな。なるほど、作るのは作れるで。すごいですね、何でもできますね。何でもできる、言うても楽曲制作も、ね、もうなんかね、お前何でもできるんですよ、全部中途半端ないけど、ね、うん、いやそんなことです、すごいですよね。いやいや、ほんまにほんまにそれは言えてんねん。だから何やってもある一定のレベルまでいくには誰よりも早くてめっちゃ天才かと思うんだけどそっから全く伸びないほんまにずっとそうなんですか、ちっちゃい時から。何でもそう、いろんな、かなりの分野がそうやね、ほんまに。習い事やってもある程度までめっちゃ早いね、うん、それがこの子天才ちゃうかって、そっから全然伸びへんなんてな分からへん。何でもセンスあるんでしょうね、きっとね。器用貧乏、ね、いやでもそれね、何もできんから全然羨ましいですけどね。あ、いやいや、だからちょっとそんな作りたいんで、亀さん何どんな歌歌いんかな、たいんかなって聞いたんですよ。 ありがとうございます、はい、もう悪友さんと堤恭平さんが作るような歌を。あ、でも悪友さんが堤恭平、まあそうやな、あのそんなド演歌じゃないんですよ、うん、ド演歌じゃないんだけども、ちょっと演歌歌手が歌うようなおしゃれな歌を作りたい、うん、ということです、はい、すいません。そんな夢があるんです我々には。はい